待て待て、何にも分かってないじゃん。頼むぜ、門川。ということで、妖術3期の話をします。まあ、客観評価はファン向けだけど、まあ、個人評価はまあ、誹謗中傷かな。まあ、誹謗中傷ランクっていうのはまあ、大体最低ランクってことなんですけど、妖術3期は本当に難しいというか、根本的にもったいないアニメだなと思う。まあ、一言でざっくり語るんだったら、ナロウ以前だね。まあ、ナロウ以前って言っても、妖術一期昔って言っても、まあ、コノスバリゼロの後のアニメだから、まあ、言うほどナロウ以前って感じではないんだけど、なんていうかね、ただ、使い捨てるだけで作ったラノベアニメが、まあ、なんかその原作が人気出ちゃったから、じゃあ、2期3期続けようってなったんだけど、まあ、俺の感覚なんだけど、妖術ね、1期ね、アニメは割と爆死だったり、まあ、原作ファンに叩かれてたりしたから、まあ、神なき世界の神様活動でも、アニメ放送後に、もう原作の人気がめっちゃ上がってって、もう、プロラノベとして、MF 文庫のフラグシップの一作にまで成り上がるほどの人気が出たシリーズなんだけど、割とこれ、2期3期、まあ同時に決まって、まあ実質的に分割2クールだったんだけど、これ、アニメ企画として、まあここまでのコンテンツだっていう見込みがなかったんじゃないかなと思う。認識としてさ、それは制作のラルケさん、まあ、MF 文庫の編集部なのか、ちょっとわかんないんだけど、妖術、まあ特にまあ1期は置いといて、2期3期について思うのは、過小評価。なんかさ、辰木監督の獣フレンズを思い出すって言ったらわかるかな。門川って特にまあ、最近は多少まともになってる気がするんだけど、やっぱ、売りたくないものは売らないんだよ。というか、売りたくないものが売れちゃったらどうすればいいのかわかんなくいいんだよ。まあ、辰木監督、平安さん、ゆっこさんは、まあ、なんだかんだいろいろあって、アニプレックスに押し付けることにはなったんだけど、まあ、それはまあ別の話として、まあ、門川じゃ扱いきれない人たちに対しては、なんか別のところに投げるっていう手もあったんだけど、妖術はなんでか、その、過小評価のままそのまま突っ走っちゃったって感じがすごいする。だってアニメトレンディングでもね、あいつら、僕山に肉薄するレベルで、もう本当に大人気のランキングなんだよ。妖術さ、まあ、そんだけさ、日本でもさ、まあ、海外でもさ、めっちゃ人気ある作品なんだよ、妖術。その人気に対して、まあ、予算と、まあ、制作スタッフの愛情とか、まあ、どうなんだろうな。尺とか、尺に関しては絶対的に足りてないから、これ。なんか最後の最後までアクセクしてるっていうか、やっぱ、綾小路クラス VS 酒屋的クラスは、まあ、2話ぐらいは欲しかったかなと思うし、やっぱ特にさ、須藤くんとかは、まあ、ちゃんとあいつなりに成長してたからこそ、まあ、勝つための手駒として、割と当てにされてたっていうところもあったから、もうちょっとゆっくり書いて欲しかったなと思う。まあ、それこそ綾小路と酒屋なぎのチェスとかもね、まあ、その結果さ、こう、アニメだけのファンだと、なんでこんなに怒られてんのかわかんないっていうぐらい、凡庸で昔のラノベアニメみたいだって、まあ、使い捨てラノベアニメみたいだって思うんだけど、妖術ってもうちょっと上いけると思うんだよ。まあ手を抜いてさ、なんかそれでいい具合なポジションになってるっていうのも、まあ綾小路らしいといえばそうなんだけど、まあ俺思うんだけどさ、ラルケあんまりこう、綾小路みたいな、なんか壊れてるキャラってあんま好きじゃないんじゃないかなって気はするんだよね。まあ電池少女とか、ワールドダイサーとか、まっすぐな主人公見てるとね、まあこれは個人的な感想ではあるんだけど、まあラルケはさ、やっぱ自爆少年花子くん書いてる方が楽しそうだなって思うし、まあそこら辺も含めて、体力的な部分も含めて、やっぱね、書いてあげるべきだったんじゃないかなと思う。あれさ、一ノ瀬はやっぱもっとピンクピンクにすべきだったよ。こいつだけは本当にリカバリー効かないからね。なんであんな金髪っぽいようなキャラデザにしちゃったんだよって思うし。いやー本当にもったいない。ちゃんとこれ派遣クラスだって売る気でやってたら、アニメトレンディングのランキングで僕ヤバになんとか競ってたと思うよ。一応ボロックソに言ってきたけど、褒めるところは褒めとくけど、まず原作は面白いです。次に声優さんはめちゃくちゃすごい人たち連れてきたと思います。千葉翔也さんとかさ、もう綾小路のあの壊れてる感じにめっちゃ合ってるし、妖術アニメが良いと言ったら多分千葉翔也さんの声のおかげだと思います。そして主題歌はずっと良いですね。
やっぱザクさんのオープニングは本当にカーズドルームからずっと妖術らしいとは思うし、堀北の兄さんの卒業式で、まあ、カーズドルームをエンディングで流すとか、楽曲の使い方は良かったですね、うん。マイナーピースも、まあ、綾野浩二 VS 坂柳のチェスバトルに流すのが良かったし、そう、仮に2年生編やるとしても、ザクさんと声優陣は変えないでほしい。総評としては、2年生編やるんだったら、もっと派遣レベルを狙えるようなザクミを組んでほしいってことですか。なんかさ、ナローアニメとか見てても思うんだけどさ、ちゃんと愛着持ってやってるところはいいんだけど、なんでこれが売れてるのかわかんないっていう、そういうのが伝わるフィルムってやっぱあるんだよ。妖術は間違いなくそれ。なんかすごぶるもったいねえなと思う。まあ、長期ペースであれこれやってるところが、制作が途中で変わるのはよくあることだし、もうちょっとさ、妖術やりたいっていうところにもう変えてやってほしいなと思うのと、あと MF 文庫はもうちょっとなんか、ここが原因なのか知らないんだけど、もうちょっとさ、リゼロを見習おう。リゼロ以外全部ダメじゃん。もうササピンもあんなんだったら最初から分割に来るって発表した方が良かったし、神様はゲームに飢えているも、あれ3話まで先行放送をあの YouTube でやってたから見たけど、あれの作画もひどかったからね。いや、シルリンやライデンフィルムだってもっとやりゃできるんだよ。じゃあ何に問題あるのかっていうと、やっぱそうだよねってなるでしょ。リゼロだけが良心っていうかさ、MF ブックスは、いや、あれもまあ無色転生、盾の勇者、ウサト先生がまともなだけだけど、まだブックスの方が打率あるから、うん、総評としては本当に妖術もったいねえなと思う。いや、何が悪いんだろうね、うん。まあそれでも妖術ファンはなんとか応援してくれてるから、その辺でまあ救いになってんのかなと思わんでもないんだけど、いや、やっぱね、次やるとしても2年生編じゃん、うん。原作ストックは死ぬほどあるし、でも2年生編やるとしてもザクミは見直してほしいかなと思う、うん。一ノ瀬の髪はピンクに戻してほしいなと思う。まあ、キャラデザ変更しちゃっていいって思う話なんだけど、だって妖術ってさ、アニメのキャラデザじゃなくて友瀬俊作さんの絵の方が大事だから、こっちに合わせてもらえるようなキャラデザの方がいいと思うし、もうちょっとやる気のあるところに投げてほしいかなって思う、うん。だってやっぱりラルケってさ、あれ花子くん描いてる方が楽しそうだもん。花子くんはいいアニメだよ。まあ、紀藤あかりさんの八代もまっすぐな子だし、うん。妖術はちゃんと妖術の良さが分かるところに投げてほしいなって思います。以上です。